さあ今日はですね2021年アタック本番です。約半年前くらいかな、この車ここでドノーマルの状態とかちょっとね足を変えたぐらいの、シェイクダウンをやりましたが、その後ですね今回の、アタックに向けて仕様を大きく、変更して、先週、シェイクダウンというか、このテストをしました。そこでですね、なんともう59秒9が出ちゃって、この仕様で1分切るというね、Gホースさんの目標を先週ちょっと達成しちゃったんですけども、今日は本番ということで、さらなる、タイムアップを目指してですね今日頑張ります。ラジアルタイヤ、先週は中古だったんで、今日、新品タイヤを投入して58秒ぐらいいっちゃったらすごいななんてちょっと淡い期待をですね抱きつつ、ちょっと厳しいとは思うんですけど、でそのラジアルでとりあえず行けるどこまでのタイムを今日出して、そして S タイヤもですねやってしまおうと思ってます。もしかしたらあの会社の車のタイムも破っちゃうんじゃないかって気がうっすらしてます。そうなるとですね事件ですよ。というわけで、今日、こちらの G ホースヤリスでですね、つくば1 とりあえずラジアルと S タイヤと両方ともつくば1を目指したいと思います。この車は一応段階を追ってつくばのアタックでこうやるっていうことになってまして、今一応つくば踏ん切りっていうのがまず初期目標になってて、これが先週テストでクリアしてしまったので今日はとりあえず58秒入れたいなという感じです。仕様はですね一応何ですかね、何だかのバラしていってる間に車軽くなってしまったので、ノーマルから100キロぐらい今軽いです。であとはショックサスペンションなんかもオリジナルで作って今テスト中で、あと前後に LSD とあとトランスファーを等速のタイプに変更してます。あと給排気一通りやって、コンピューターは純正の書き換えができないのでモーテックでフルコン制御してます。で馬力的には今、410馬力、出てます。目標のタイムとしては一応ラジアルで58秒7ぐらい、S タイヤで58秒2とかですかね。
やりました。G-Force の GR ヤリスで58秒7出ました、ラジアルでは今のところぶっちぎり1位だと思います。早いね、はい、でですね、G-Force さんがですね、しっかり H ケースを破りに行きたいということで、この後 S タイヤ履いてですね、 H ケースの持つ58秒4を抜きに行きたいと思います。H ケースって書いてありますけどいいんですか。そしたらまた H ケースが頑張ればいいんじゃん。1分7秒ぐらいですか。58秒7ですね、まあ、予定通り。で次は S タイヤ履いて58秒3 狙いです。S タイヤ履くとセッティングとかは変えないですよね。ちょうどそのままダンパーミニシャルも何も変えないの。何も変えない。なんで。いや、まあデータがないから。あ、なるほど。まだ1回も履いたことないんで。今 S タイヤをつけてもう一発アタックします。今ね10時半ぐらいになると思うんですよね、時間が。なので気温がだいぶ上がってきて、条件としてはさっきよりは悪くなってきましたが、まあ、ラジアルから S タイヤに変えてどんな感じの結果になるのかちょっと楽しみですね。3ですね。それはどうですか、満足なんですか。ちょっとほんまにいいぐらい足りないかな。ノブチャンネルでお伝えした通りですね、先週テストに来て、中古ラジアルで1分切りを果たして、そして今日アタック本番にですね、新品タイヤで、でさらに先週のテストから少しもうちょっとこうしようっていう仕様変更を加えて持ってきたわけなんですけど、本日の目標はそのラジアルで、まあ、58秒に行けたらいいなという腹積もりで来たわけですけど、まあ、朝サーキット の気温とか路面の条件もよく、で仕様変更や新品タイヤのパフォーマンスもよく、見事58秒台に入りまして、さらに58秒7というタイムだったので、まあ、そこで G-Force としてはとてもね、満足なタイムが出たんですよね。で僕も手応え的にはすごくフロントの設置もよくぐいぐい曲がってね、でまあもうちょっとこう少しここがこうなったらなってところはあるんですが、それはまあ次回以降 の宿題として、でもまあアタック自体はかなり手応えのある1周をまとめてですね、で目の前に出たタイムが58秒7だったので、おっ出ちゃったと、結構出ちゃったと。その後午前の終わりぐらい、もうほぼ昼ですけど、そこにですね S タイヤを投入して目指せ、H ケースのタイムを超えろというのをですね、やったんですが、ちょっとね、まあ、気温が一気に上がっちゃったりとか、やはりその S タイヤのテストもしてないところもあり、タイムはね58秒5で少し更新したんです、コンマ2秒更新したんですけども、
まあ、1ケースの58秒4にコンマ1届かずという結果で終わり、ラジアルで58秒7だったところものすごくやったーな空気だったのに、1ケースに届かなかったことでちょっとこう盛り下がって帰ってきましたちょっと残念ですね。でもね、まあ改めてね、ヤリスすごいなと、乗りやすいし、簡単にタイムが出ていくし、すごいなっていうふうに思いました。